おはようございます。クラシックギタリストの高橋義忠です。今日は NHK 映像の世紀プレミアム戦第12週昭和激動の才叢たちと題しまして、戦前戦後の首相にスポットを当てて、それぞれの首相がどのような政策をして、その結果どうなったかということを今回まとめられていたので、それを見た感想を述べさせていただきます。一国のリーダーというのはね、決断、強いリーダーシップが求められます。ね、もちろん全員賛成というわけにはいかないので、どうしても強いリーダーシップ、強い決断力というのが求められます。それが結果として吉と出るか凶と出るかというのはね、その時と場合によるんですけれども、それぞれね、良くなった場合、悪くなった場合ということがあったので、非常に勉強になりました。今回ちょっとまとめの話をさせていただくのですが、ちょっと箱でね、分けて、見出しつけましたけれども、大戦中、戦争中と戦後に分けてちょっと話をさせていただきます。いろいろな、首相が出たんですが、ちょっと私の中で印象に残った、のは4人ですね。近衛文麿、東条英機、吉田茂、岸信介。ね、こちらの4人が、参考に、勉強になりましたので、その4人についてスポットを当ててまとめさせていただきます。まず、戦時中ですけれども、昭和、7年とか11年の頃、515事件、226事件という、歴史の教科書で聞いたことがあるかと思いますけれども、簡単に言うと、軍がですね、首相の命を奪った事件なんですね。で、軍が首相の命を奪って戦争の道へと進んでいったということで、軍が、政治よりも力を持っていたという時代です。その時代に登場したのは近衛文麿で、とにかくね、軍の暴走を抑えることを第一に、考えていたわけです。しかしですね、やはりもう軍部の推しというのは非常に強くなっていって、結局は戦争への道に向かっていったということになります。で、その結果良かったかというと、最初のうちは、領土拡大などで良かったようですけれども、結局は劣勢にだんだんなっていったということになります。で、自分ではどうしようもなくなって、結局は東条英機に首相の座が渡っていきます。東条英機はもう完全に軍人ですから、軍人ですね。戦争をしたくてしたくてしょうがないという形になります。で、最初の頃は、優勢だったわけですね。アメリカなどにも優勢だったわけです。しかしですね、徐々に劣勢になっていってですね、アメリカを本気にさせてしまって、劣勢になってしまったと。で、そこでやめればまだね、同じ敗戦は敗戦でも、最小限のね、ダメージで済んだものをですね、国民の気が緩んでいると。いうことで、国民にハッパをかけてですね、しかも戦術としてはもう最低としか思えないですね、玉砕戦法とか、神風特攻隊とか、自決とかいうのを求めたということになります。そんなわけで、どん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 泥沼化していきますから、サイパンの陥落あたりを機にですね、東条英機の退陣の声が求められるという形になって、最終的には本土決戦、そして原爆ということで、日本人がですね、もう東条英機のとにかく強行したせいでですね、300万人も日本人が亡くなるという形になります。だから、無理やりに、強引なるにね、決定したリーダーシップが、凶と出たパターンかなという感じがします。そして東条英機は、結局は、裁判の末死刑執行という形になります。近衛文麿は昭和20年に、自殺したという形になって、悲劇的な最後を迎えたということになります。そして戦後ですけれども、まず日本は、焼け野原になっているものですから、食糧危機、そして経済も大不況という形にもちろんなっていますので、食料を何とか確保すること、そして経済復興することが最優先に求められました。
その時に、誕生した首相が吉田茂という形になります。で、吉田茂は、まあ、戦争に負けたけれども外交には勝つんだという気持ちでアメリカに向かっていきます。そして、昭和26年、まあ、1951年サンフランシスコ平和条約が結ばれて日本の独立が成立します。まあ、これをもって正式にこう戦争が終わるという形ですね。それと同時に、日米安全保障条約というのが結ばれます。これはまあ今でも影響があるものですけれども、どういうものかというと、アメリカ軍の駐留を認めると、で防衛をアメリカに託すということですけれども、まあ日本に何か有事があったとき、この段階では、アメリカは日本を守るのを義務という形にはしていません。まあ、託すという程度です。とはいえですね、防衛関係はとにかくアメリカに任せられたということになったので、吉田茂としてはもう経済復興だけに専念できたということになって、実際経済がだんだん回復していきます。そういう意味では、まあ吉田茂の決断というのは、まあ、良かったのかなというふうにこの番組を見た限りでは思います。そしてその後を引き継いだのは岸信介になります。はいはい、岸信介も目指したのは対等な日米関係を目指したということになります。それで、結局のところ1960年に、昭和35年ですね、新日米安保条約というのを結ぶわけですけれども、これ、吉田茂が結んだ日米安全保障条約と何が違うかというとですね、在日米軍の日本における防衛の義務を明確にしたということです。その前の吉田茂の時は、在日米軍の日本に対する防衛は義務ではなかったんです。それは義務というふうになりました。それと同時に在日米軍が攻撃された時は自衛隊が行動を共にするということも約束されました。まあ、だから、一蓮托生ということですね。それでまあ対等な日米関係を目指したということですけれども、これ言い換えればアメリカが巻き込まれた、戦争に巻き込まれた時、ね、日本軍も、まあ、日本軍というか自衛隊ですけれども、自衛隊も行動を共にするという意味に、いうことになりますので、ということはに、まあ、簡単に言ってしまえば日本がアメリカの戦争に巻き込まれる恐れがあるということになります。これが新日米安保条約です。だからまた再びね、戦争、悲惨な戦争にね、巻き込まれるのは嫌だと思うのが、思った たくさんの人々が大規模なデモを起こしたわけですね。これが安保闘争と言います、ね。何かしらテレビとか写真で見たことがあるかと思います。今回背景にも使わせていただいたのは、その国会の前にたくさんの人々が集まった、デモですね。いうことです。はい、それで警官隊との衝突などもありました、ね、とは言っても結局のところ、承認されてしまったということになります。まあ、これがね、いいことなのか悪いことなのかというのはちょっと私ももうちょっと勉強しなければいけませんけれども、まあ岸信介ね、安倍、元総理のおじいちゃんにあたる方ですけれどもね、まあ、結局これで、まあ、防衛に関してはアメリカに任せるという形に、まあ、ますますなったわけですから、この後を引き継いだ池田勇人総理大臣は高度経済成長に向かっていったということになりますので、まあ、その経済成長という意味では、まあ、一つの成果を出したのかなという感じがします。はい、だからまあ、それで豊かな暮らしが戻っていったということでは、まあ、一つ成果を出したのかなという感じがするのですが、まあ、今回見て思ったのは、まあ、全員が、ね、賛成する決断というのはもちろんありえません。国民全員が賛成するという決断はありえません。だからリーダーたるものね、自分で責任を持ってとにかく決断することが、ね、求められるわけですけども、それは吉と出るか凶と出るか、まあ、もちろんこれはね、先の未来のことは分かりません。うん、ですからなかなか難しいんですけれども、まあ、大切なのは、まあ、
我が国というのはね、民主主義なわけです、ね、ですから民衆のための政治をしているのか、あるいは自分のための政治なのかということですね、はい、例えば東条英機は本当に民衆のために、君たち戦いなさいと言ったのかということです。自分の功名心のためだもあったんじゃないかなというふうにちょっと番組を見て、私としては感じました、ね、一方で経済復興というのは国民の豊かな暮らし、国民の、ね、食料の確保をなんとかしたいと、国民目線も多少なりともあったんじゃないかなということがあります。だから、その決断をするとき、何を一番大切にしているかということで、まあ、結果というのはある程度こう左右されるのではないかなと、ね、自分のためというよりはその、みんなのため、人のため、世のため、人のためというのをその決断の一番上に持ってくるというのが大切ではないかなというふうに、この番組を見て、感じました、ね。今回ちょっと安保闘争というのはね、何回もテレビでは見ていたのですが、なんで、人々がね、あんなにあんな行動をしたのか、何に起こっていたのかというのがちょっとね、まあ、アメリカの戦争に巻き込まれる恐れがあるからだということをね、今回知れたので、私としてはちょっと今更ながらかもしれませんけれども、大変こう勉強になりました。本当にね、この番組すごく勉強になりますので、またね、続編も出るようですので、見て勉強していきたいと思います。はい、それでは今日も一日お元気にお過ごしください。ありがとうございました。